愛妻弁当サラメシくんいただきます。はい、今日ですね、ありがたいことに7月13日土曜日、雨は降っておりますけど、お客様ご来店おございます。お線香ろうそくとかですね、1万円以上ご注文いただいたりですね、あとですね、お年中の修理のリフォーム出来上がってまいりました。今からご連絡いたします。本当にありがたいことでございます。それからですね、今からお昼ご飯、愛妻弁当サラメシくん、今日は奥様の手作りピラフでございます。本当にいつもありがとう、いただきます。